種ですか。はい、かわいい。合う、よく合う服がありましたね。これあのワンコ用のやつです。あ、ワンコ用の服を着てるんですか。9歳か、頑張ってるね。頑張ってます。山も登るんですってアピールしとかないとね。そうですよね。山坂、山坂言うのか、本当に。まずはこのエキシビションのスタッフをご紹介させていただきます。最初はウサギのしっぽ代表、町田治です。よろしくお願いします。小さめ拍手お願いします。帰りまして、玉城さんは今違うんですね。はい、それと荒木さんかな。はい、そして学生ボランティアの皆さんにお手伝いいただきます。さあ、それでは今回ラビットホッピングに参加されるチームを出場順にご案内させていただきます。まず1番目はクローバーちゃんチーム、そして2番目はチップちゃんチーム、3番目はランちゃんチーム、4番目ライナちゃんチーム、そして5番目クレオちゃんチーム、そして6番目ゴンタちゃんチーム、そして7番、ナナちゃんチーム、そして8番目はウニちゃんウィズ町田会長ということで、全部で8組の競技をご覧いただくようになります。さて、今回会場に設置しましたこちらのハードルなどにつきましては、協賛メーカー株式会社河合様のご提供によるものです。そしてこちらにあります各商品につきましても、株式会社河合様により参加賞および各賞をご用意いただきましたので、全出場チームの皆様にはお持ち帰りいただきます。さて、それではラビットホッピングを始める前に、まずは JRHA 会長町田社長より競技についての説明を申し上げます。お願いいたします。はい、皆さんお待ちどうさまでした。ラビットホッピングについてはですね、1970年度にヨーロッパから始まった競技で、ウサちゃんと飼い主さんとが一つのチームになってやる障害物レースなんですが、より正確にジャンプしてバーを落とさず、より速くタイムを競う競技なんですけど、もうこれ本当にリードでつながれたウサちゃんと飼い主さんがもう絆を強く築いていくスポーツなので、でそのすごくその皆さん難しく大変難しいんじゃないかと思ってますけど、そんなに難しくないウサちゃん思ってくれますので、ぜひまた練習頑張りやすく参加してください。今回は競技ではなくてエキビジションなんですけど、タイムを計らせていただく点数もつけさせてもらいます。記録はコースを2回走って評価のいい方が、記録となります。では、スタッフベンチについてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長、まずスタートはどちらから始まりますか。ウサギさんがスタートするのはこちらから。スタート、アレキさんこちらから。こちらから、はい、それで向こうに行くということですね。それでこちらからまた戻っていくっていう往復で皆さんにもご覧いただきますので、この後8チーム皆さんどうぞお楽しみくださいませ。それでは準備ができ次第エキシビションを始めてまいります。はい、準備大丈夫ですか。じゃあ1番目にクローバーちゃんチームお願いいたします。クローバーちゃん1段15センチの挑戦です。ちっちゃいポーランドロックのチンチラのトトロックで大人です。
ちょっと皆さん環境がいつもの練習してる環境と違うので、まあ、止めなくてもあの皆さん温かい目で見守って拍手をお願いいたします。はい、ゴールしました。グローバちゃんよくできました。可愛かったですよね。はい、また準備ができたら今度は反対に、左から右に走っていきます。後方のクローバーちゃんチームタイムが9秒60、失点が0点です。はい、準備 OK ですか。はい、じゃあ、はい、2回目の挑戦です。よーい、スタート。クロバ頑張れ。はい、クロバちゃん見事にゴールしました。ありがとうございます。やっぱり得意な方向があるんですね。人帰り、あの好きな方向があるみたいで、クロバちゃんは行きの方がしっかり。先ほどのクロバちゃんチームタイムが42秒08、失点は0点です。はい、ありがとうございました。では2番目のチーム、チップちゃんチーム、チップちゃんも1段15センチの挑戦です。はい、ダッチの男の子です。庭付けが大好きね。まず少し匂いをつけてからいつもね、飲んでくれましたね。ちょっと一枚ずつ匂いをつけていかないと気が済まない。飛ばしてあげてもいいんですけど、まあ限定になります。
はい、ギリギリ時間以内に、ゴールできました。3分以内にゴールしないと申し訳ないですけど失格になってしまうんですけど、先ほどのチップちゃんチーム、タイムが2分59秒74、失点がマイナス4です。はい、チップちゃん頑張ってね。タイミングが得意そうですよ。行きまーす。ありがとうございます。ちょっとね、時間かかっちゃいましたけど、また練習してね、いただけるといいですよね。はい、では次3番目のチーム、ランちゃんチームです。よろしくお願いします。先ほどのチップちゃんチーム、タイムが1分35秒92、失点がマイナス3です。はい、ランちゃんチーム用意お願いします。ランちゃん、ネザーランドワーフのパーカー。はい、まだね、3回目ぐらいですよね、練習して。
い、ありがとうございました。はい、4番目ダイナちゃんチームお願いします。2段20センチになります。ダイナちゃんチームに女の子です。あの飛ぶ時がふわっとしてすごく綺麗ですから、はい、どうも見事に飛んでくれました、ありがとうございます。はい、じゃあ準備ができましたら2走目お願いいたします。よーい、スタート。帰りは得意じゃないみたいな、帰るのが嫌がってるみたいですよ。はい、しました。はい、綺麗に一段ずつ落としてくれました。はい、ちょっと減点が多くなっちゃうのでね、早くゴールできましたけど、先ほどのクレオちゃんチーム、タイムが13秒04、失点がマイナス5です。はい、ありがとうございます。それでは2走目準備でき次第お願いいたします。お前だけまんまですか。この後11時よりイベントエリアでは清水邦和先生、佐古先生による災害が多い日本の皆が失敗します。ありがとうございます。見事に参観でクリアしてました。ありがとうございます。先ほどのクレオちゃんチームタイムが8秒06、失点はゼロです。はい、どうもありがとうございました。そしたら6番目ゴンタちゃんチーム、4段30センチになります。ゴンタちゃん、ボーランドロック、小さいですけどボーランドロック、ブロー君の男の子です。バーが上がるごとに5センチ高さが上がっていきます。はい、準備できましたらスタートお願いします。
敗しちゃったけど、飛ぶ前にどうしようか考えてる姿がかわいいです。ちゃんとあの高さが変わったのをさちゃん分かるんですよね。一段増やしたりするとちゃんと見てから飛びました。1分27秒98、はい、では2走目準備でき次第スタートお願いします。ありがとうございます。綺麗ですね。飛んでた姿が本当に
っても綺麗なんですね。今回
のおやつはとうさぎのしっぽ の人気のおやつのアッペン大麦とのハワイさんの人気のおやつのリンコパオのセットにしておりますので、間違えてのさちゃんと一緒に楽しんでいただければなと思います。はい、それでは以上でラビットホッピングのエキシビジョンが終わりになります。出演していただいたジムの皆様やご覧いただいた皆様、誠にありがとうございました。ラビットホッピングはうさちゃんと飼い主様が一緒に練習をして生徒を楽しめるものです。ジャルファはこれからもうさちゃんの新しい可能性を追求していくために活動していきます。また来月12月2日にうさぎのしっぽ柴又店にてラビットホッピングのビギナーズ練習会が開催いたしますので、そちらも皆様のご参加をお待ちしております。それでは出演者の皆様お疲れ様でした。これをもちましてラビットホッピングのエキシビジョンを終了させていただきます。ご覧いただいた皆様も誠にありがとうございました。ありがとうございます。そんなに難しくなかったらぜひ練習会参加してください。楽しいですよ。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、じゃあ撮ります。はい、チーズ。もう一枚撮ります。じゃあ、はい、チーズ。